主砲吉田正尚さんベンチに干され始めてしまう。まさか代打すらないとは思わんかった。どうすんのこれ。早いよな干されるの。これじゃ侍じゃなくて警備員だよ。どういうこと？近年で一番がっかりした日本人メジャーリーガーよな。正直鈴木誠也より本気で上と思ってるぐちゃかすが頭悪すぎて驚いてたわ。去年は、もともと腰とか半身に爆弾持ちやったよな。スペッタしがちでヤバそう。120億やぞ。日本人野手はもうメジャーいけないやろな。エンゼルス戦で復帰するから大したあれじゃないだろ。120億も使ったんだからもうちょっと見てもらえるやろ。コンドルド効果ってやつや。正直ここまでは筒香よりひどいぞ。秋山よりマシって程度。ゴロキングの中のゴロキング。ゴロしか打てないからな。挑戦してみてほしいとは思ってたけど、どいつもこいつも高すぎるだろ。あんだけ金使って10試合で干すわけないやろ。中日ドラゴンズじゃないんだから、筒香にもなれへんかったか。マジで終わってしまうんか？日本の野球ファンはみんな通用せんって言うてたろ。うぶくの影響でにわかが持ち上げてたけど、村上まで待つしかないわな。あれもどうなるかわからんけど指標的にも年齢的にも、結局あいつより期待できる日本人なんかおらん。5年120億の置物。どうする？ご視聴、ありがとうございました。